石破先生、はい、新ドラマ勝利の方程式が始まりましたね。弁護士って普段どんな仕事をしてるんですか？そうですね、弁護士は本当にいろんなことやってて、それこそ訴状とかを書いたり書面作ったり、あとは検察、裁判所、あとはね、中学校行ったりとかしていじめの授業とかやったりとか、あとは企業とか相手に契約書のチェックとかも本当にいろんなことやってるね。どうすれば弁護士になれるんですか？弁護士は、まあ、端的に言うと司法試験に受かって、その後1年間の修習を経れば弁護士になれるんだけど、司法試験自体はロースクールに行くか予備試験に受かるかによって受けれるようになるんだよね。弁護士等に興味持った人はぜひアダルトの方でコラムいっぱい書いてるからね、そっちの方もぜひ見てね。最短ルート、アガルート。